第2章、祈りの歌。命の大樹の息吹、聖なる山の頂に、愛の祈りを響かせん。祈りを受けて生まれした赤子。その者の、その者やって。その者の名はセニカ。勇者を守る、聖剣の乙女なり。この本は長くなりそうだ。アイナはそっと本を閉じた。何そっと閉じよんよ、読めや。なに、なんかセピアがかっとるよ。なんかバチバチなりよるね。映像なにこれ、どこ、なんかいっぱい人がおる。アーウィン様、この度は記念すべき祝杯の日にお呼びいただき、ありがとうございます。え、これ過去の映像？アイナ様のご誕生は、私たちにとっても喜ばしいことですわ。本当におめでとうございます。あ、私が生まれた日。私、アユナが生まれた日。皆様ありがとうございます。本日は我が国、ユグナにとって特別な日。祝杯の宴をゆっくりとお楽しみください。思ったより若くないんですけど。え、めっちゃおじさんやん。え、さっきのね、さっきのなんか鎧の感じで決めちゃいかんけど、めっちゃなんか、青年っぽかったのに、違った。サマディーヨ、クレイモラン王、お二人ともようこそ、ユグノアへ。おぉ。いやいや、久しぶりですな、アーウィンだ。このような盛大な宴での歓迎、感謝いたしますぞ。ダッハッハッハ。本日の四大会国技は、四大国会議は、ロトゼタシアの今後を決める重大な会議。我が国サマディだけ、のけものにはさせませんからな。一つ、よろしくお願いしますよ。この人はあれよね、もう死んどる人よね。今、女王やったもんね。四つの大国の王が一堂に会すること、会するなど、わしが知る限り、前代未聞の事態じゃて。それほどご子息、伝説の勇者は我々にとって、重要な存在だということ。本日の会議、楽しみにしておりますぞ。四大？もう一人は？我が息子のため、遠方から来訪していただき、心より感謝いたします。四大国会議が始まる際に、またお声をかけさせていただきます。私は準備がありますので、これで。デルカダール王はどこに？あ、デルカダールか。なるほどね。は、デルカダール王は老様とお二人で、城の中庭の方に行かれました。一瞬あれかと思ったわ。若すぎる市長兵士やす。これ話しかけれるんかな？なんか話を聞くだけってことになるんかな、会話を。そんなに焦らなくても、四大国会議が終わればすぐにアイナ様をお披露目されるわよ。そういえばさっき、アーウィン様がデルカダールの王様がいる中庭に向かったわ。そろそろ四大国会議が始まるかもね。この人か、生きて会うことはできなかった。各国の王が集結する四大国会議。これは一波乱ありそうじゃの。さて、お手並み拝見させてもらおうかな。カッカッカ。何お手並みって。あれ、もう一人は？これ？いや、違うね。勇者様、早く会いたいわ。あれ、もう一人はどこ行った？え、これかな？これ？違うよね。かつて世界を救った勇者様の手には、命の大樹に選ばれし者の証。竜の紋章と呼ばれる技があったらしい。そしてこれは噂なんだが、アイナ様の手にも、その勇者様と同じ技があるそうだよ。まあ、ありますけど、何か。何か。あ、あれか。うわー、すごい。何、偉そう、おじいちゃん。いや、偉いんやろうけど、この当時。デルカダール王、ロー様、そろそろ四帝国会議を始めましょう。お二人とも、準備をお願いいたします。あれなんやね、自分の親にも様付けなんやな、こういうのってね。ローから話を聞いたぞ。そなたの息子、アイナがあの勇士の生まれ変わりとはな。え、デルカダール王変わらん。はい。息子は四大国会議の場で皆様にお披露目するつもりです。こんな大勢の方に祝福していただいて、改めて実感しました。やはり勇者は我々にとって希望の光。ん？話は後ほど聞こう。先に会議室へ行っているぞ。そんなに昔でもないんかな。勇者はロトゼタシアの命運を左右する重大な存在だからな。みんな思うところがあるんだろう。
さあアーウィンよ、そろそろ時間だ。アイネを預かりにエレノアの部屋に行ってきておくれ。あれや、おじいちゃん言葉じゃない、なんとかじゃよとかそういう言葉じゃない、なんか不自然え、話し方が若いよ、老じいちゃん。これでそのお母さんの部屋に行けばいいってことかな。アーウィン様とロー様、それにデルカダールの王様が階段を登って行かれた。ついに3階の会議室で4大国による話し合いが行われるのね。一体どうなるのかしら。それはちょっとわからんけども、こっちの方向でいいんかな。まあ、とりあえず、あ、どっからでも上に上がれたら大丈夫か。お、まったくお前は何度言ったらわかるんだ。エレノア様のお部屋は向こうの扉を開けて左に曲がった先だ。もうすぐアーウィン様も来られるからな。めっちゃ説明してくれる、ありがとう。すみません、自分新入りなものでありまして。この扉の左側？ありがとう、説明してくれて。助かるー。あ、これ玉座の間か。じゃあこっちってことかな？合ってる？アイナ様が生まれてから、王子様はとても幸せそうだな。すっかり母親の顔になられて。なるほど。お母さんはどんな感じやろ？さっき後ろ姿しか見えんかったけんな。ただ、あぶー。お、アユナか。おー、マルティナも。え、お母さんめっちゃ綺麗、やば。あ、そっか。お母さん一番最初なんかちょっと出とったよね、確か。赤ちゃんってこんなに小さいのね。ちょっと触ったら壊れちゃいそう。エレノア様、アユナに触っていい？え、マルティナとアユナってそんなに年違うん？だいぶでかいよ、マルティナ。この時点でね、生まれた時点で。ふふ、アユナったらマルティナのこと好きみたいね。遊んでほしいって言ってるわ。いや、最低でもマルティナ小学校低学年ぐらいの感じに見えるけど。そんな離れとる歳。アイナは勇者として生を受けた希望の子。この子が大きくなったら、父親に似て、いかなる困難も乗り越える、力強くたくましい子になってほしいわ。エラノア様に似たら、みんなに優しい子になるわね、きっと。あ、キャー、これで、あ、もう生まれた日にやったってことあれ。アーウィン様。この会議で一緒に連れてきてもらっとったってことか。さあ、エレノア。もうすぐ4帝国会議が始まるよ。アイナはこちらへ。アイナ、これから行くところは怖いおじさんがいっぱいだけど、何があってもパパが守ってあげるからな。やっぱこういうとこはなんかすごい父親っぽい、普通な。まったくあなたったら、そう強く抱きしめたら苦しいじゃない。ねえ、アユナ。え、めっちゃ可愛いんやけど、お母さん。え、めっちゃ美人なんやけど、いいね。今日みたいに特別な日に、急にこんな天気になるなんて、私さっきから何か胸騒ぎをして。エレノア、安心してくれ。何があっても君とアイナは私が守るから心配いらないよ。そこからのああなってしまったんか。アーウィン様、私は？かわいい、マルティナ。マルティナのお父さんは強くて勇ましいデルカダール王だ。私よりよっぽど頼りになるよ。あ、そっか。なんか父親自体が白髪やったもんね。ここよりはるかの年上なんか。さて、会議が始まる時間だ。私はそろそろ行ってくるからね。エレノア、後のことは頼んだよ。ああ、連れて行かれる。行ってらっしゃい、あなた、アユナ。ちっちゃい頃のマルティナや。弟ができたみたいで嬉しいな。アユナが大きくなったらいっぱい遊んであげようっと。いいお姉ちゃん。そこに誰かいるの？どうしたの、エレノア様。誰もいないわよ。あら、気のせいかしらね。あの子の、アイナラの気配を感じるなんて。今はアーウィンと一緒に会議室にいるはずよね。今日はアイナにとって大事な日なのに、私が不安があってちゃダメよね。こんな時なんだからしっかりしなくちゃ。すげえ。未来から来た私の気配まで感じとるの？やばいね。この時に、
母さんは未来の私の姿を、未来の私の気配を感じ取っていたんだな。老朽戦記という本だ。第一章、始まりの歌。生命を紡ぐ命の大樹。その息吹より生まれし光の勇者。勇者の光、月でことなきまばゆさて、果ては漆黒の影を生み出さん。影の名は混沌を滑る、邪悪の神なり。第二章、祈りの歌。命の大樹の息吹、聖なる山の頂に、愛の祈りを響かせん。祈りを受けて生まれし赤子。その者の、ん?その者やって。その者の名はセニカ。勇者は守る、聖剣の乙女なり。この本は長くなりそうだ。アイナはそっと本を閉じた。何そっと閉じよんよ。読めや。読めや。何の絵かと思ったけど、風車かな。さあ、それじゃあその四大国会議とやらに。いよいよ四大国会議が始まるが、またお前まさか会議室の場所を忘れてなんてことはないだろうな。バカにするなよ。会議室は玉座の間を出てまっすぐ行った先。忘れるわけがなかろう。はっはっは、万が一ということがあるからな。王座氏のみんなに変わったら、すぐにそこに駆けつけるんだぞ。やばー、もうなんか確実に私の気配を察知して説明してくれよりやろとしか思わんねえけど。ねえ。いやー、いい人たちだわー。ここをまっすぐね。オッケー。何?もうすぐ四帝国会議が始まるから、警備をさらに厳重にしろとの命令だ。お前たちもしっかりやってくれよ。こっちが上なのか。何してんのこの人。大丈夫です先輩。自分警備の仕事なら誰にも負けません。ドーンと向かせてください。ドーンと。なんかあっという間にやられそう。あっちかな。まっすぐ行った先。あ、ここ。あ、上空なんやね。雨めっちゃ降りよる。中庭の部分や。じゃあちょっと、でもこれさ、扉開きよるのみんな何とも思わんの?めっちゃ遠くよ。お、やってきた。あの子がそうなのか。あのあざがある、間違いあるまい。寝てるー。暗黒の深淵にたゆたう、たゆたう、邪悪の神。凍てつく黒く闇をまといて、母なる大樹に迫りしとき。光の紋章を携えし勇者、聖なる剣で邪悪の神をと、打ち、閃光となりて、ロトゼタシアの血を光で照らさん。老朽戦記終わりの歌か。戦記曰く、邪悪の神は古の勇者によって滅ぼされ、世界は平和になったはず。しかし、以前に比べ、ロトゼタシア各地に魔物が増えたこと、皆も気づいておろう。アーサー王率いるバンデルフォン王国は、邪悪の魔物に襲われ、滅びたと聞いています。このような事態の中、勇者と同じ技を持つ赤子が生まれた。これが何を意味するのか、聡明なる王たちの見解を問いたいと思う。なるほど。よからぬことが起きそうやけん、生まれたっていうこと。生まれた件起きるってこと。邪悪の神だとか魔物が増えたとかいろいろおっしゃりますがね。どんなに不穏な影が世界を覆うとも、こうして伝説の勇者が誕生したのですぞ。勇者がいる限りこの世界の平和は約束されているでありませんか。カッカッカ。なるほどの。勇者がいる限り世界平和は約束されるか。ロードロも人が悪い。先ほど語った老子戦記、肝心な部分が抜けたことじゃが。何何何。始まりの歌。老子戦記の第一章。勇者の誕生が記された助言だ。生命を紡ぐ命の大樹。その息吹より生まれし光の勇者。あ、さっき読んだやつ。勇者の光、尽きることなきまばゆさで、果ては漆黒の影を生み出さん。影の名は混沌を滑る邪悪の神なり。あ、要は勇者が生まれた剣、邪悪の神が生まれるってことか、やっぱり。それでは伝説の勇者自身が邪神を誕生させたと。夜の暗闇がなければ星が輝けぬように、光がなければ闇も生まれない。
太古の昔より定められた摂理じゃて。光と闇は常に表裏一体。勇者の誕生は命の大樹の福音か、邪神の目覚めの暗示か、果たして。言葉が過ぎますよ、クレームラン王。勇者が悪と同等の存在になると。それで？悪魔の子？勇者が良い存在だとなぜ言い切れる？不吉な影は魔物だけではないぞ。最近になって夜空を輝く勇者の星が、鈍い光を放つようになったじゃろう。ご子息の誕生と同時に起きた異変じゃ。なんということ。ふぃ、ふぃー。なんか殺せと言わんばかりの感じやんね。わしには聞こえるのじゃよ。まがまがしい輝きの中、勇者の星が歌う、ロトゼタシアを混沌へ導く破滅の歌が。ロトゼタシア言いにくい。さっきからめっちゃ思いよるけど。言いづらいよ。一であるな。出るかだろう。緩やかに、だが確実に、世界には禍々しい足音が近づいている。その兆しが各地で起こっているのは真実だ。我々は上に立つ者として、ロトゼタシアに住む全ての民のために、その元凶を絶たねばなるまい。うわぁ、ほら、殺せって言いよる。たとえそれが伝説の勇者であってもな。それはこの子を亡き者にしろ。そう言っておられるんでしょうか。いや、そういうことやろ。つらい。息子、アイナが生を授かる直前。何、変わったことが起きた？命の胎児から聖なる光が発せられ、夜明け前の空をまぶゆく照らしました。その直後、その光に共鳴するように、光り輝く技を、その手に携えたアイナが生まれたのです。この子は、まごうことなき伝説の勇者、大いなる闇を晴らす力として、命の大樹が与えてくださった希望の光です。光と闇は表裏一体なのではない。命の大樹の申し子である勇者の聖なる光は必ずや闇を消し去る。私はそう信じます。でもね、そうやって熱弁しうる父親がね、真っ先に亡くなってしまうっていうのがすごい皮肉な感じ。よくぞ言った、アーウィンよ。もしも我らの意見に賛同していたら、即刻勇者を引き取るところだったぞ。お？それは？どっちにしろ保護してくれよったってこと？かな。勇者アイナは命の大樹の意志。我々に与えられた光の力だ。全力で守らなければなるまい。あ、よかった。いい人たちじゃないか。ちょっと意地悪が過ぎたかの。お主の誠の心を知りたかったんじゃ。許せ、アウィンだの。カッ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 。あ、よかった。優しいおじさま方。我が国は勇者への支援を約束する。アイナが16歳になった時には、暁にはデルカダールで修練を積ませよう。アイナにはいち早く我々を導く力をつけてもらわんとな。あ、これかいいよってやつ。デルカダール王、皆さん、ありがとうございます。あ、よかった。ちゃんと祝福される子だったわ。これにて一件落着ですな。まあ私はこうなると思ってましたがね。だっはっは。ここはなんか何にも分かってなかった感じが、するけど。ね、知らされてなかった感が。では結論は出たようだな。我らの心は一つとなった。よかったな、祝福されて。すべては命の大樹の導きのもとに。さあ、これで四大国会議はしまいだ。勇者を待ちぶている者たちに、アイナの顔を見せに行かれよ。デルカダール王。ありがとうございます。それでは皆さん、長々とありがとうございました。四大国会議はこれにて。お？あ、アーウィン様。なに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 ？どうした？皆様お逃げください。魔物が我が城に。く。えらい、それは伝えたんだね。めっちゃグリアンやば。燃やされる燃やされる。え、ちょっと雨降りよんやけんさ、火消えろや。あの日は消えろや。皆さん大変です。多くの者がこちらに向かっています。どうかここからお逃げください。いや、もうこれはほらやけん言ってやんってならん。やっぱり無理、そいつ殺そうみたいな。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。
よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。